林田義文は、日本の右翼系政治活動家。新右翼系の政治団体である、一新政党、新風に所属し、各種選挙に立候補するなど、積極的に政治活動を行っていた。熊本県出身。仏教大学大学院文学研究科修士課程を、終了後、2001年頃まで、京都府で飲食店を経営。2004年頃には、 他の飲食店で店員として働いていた。また、刑事学生剣道連盟で参与を務めた。政治活動家としては、新右翼系の政治団体である、一新政党、新風に所属し、京都府本部幹事長、党本部事務局員、同政策委員、同政策委員長の要職を歴任した。また、新風の公認候補として、選挙に出馬することも多く、 1998年の第18回参院選を皮切りに、翌1999年の京都市議会議員選挙、2001年の第19回参院選、2004年の第20回参院選と4回公職選挙に立候補したが、いずれも落選、教託金没収に終わっている。なお参院選はすべて愛知県選挙区からの出馬であったため、京都府から 愛知県まで毎日新幹線で通いながら、選挙運動を行っていた。2007年の第21回参院選では、愛知県選挙区を愛知県本部代表の告げただし次に譲って、自身は出馬せず、京都府選挙区から出馬する大木戸豊和の応援に回ったものの、両名とも落選、協託金没収となった。その後は選挙への出馬もないまま、 2009年11月頃、がんにより、京都府内の病院で死去した。去年60。総務省選挙区候補者別得票数によると、職業は、飲食店自営。総務省選挙区候補者別得票数によると、職業は、飲食店店員。朝日 .com によると、元飲食店経営、愛国者を議会に送る、告げまさじブログ。ありがとうございます。